ははい皆さんこんこにちはスーパーパパンチです、えー、今ですね僕、あのー、2月から YouTube のメンバーシップ解禁してでその YouTube のメンバーになった方だけ、えー、入れるねディスコードサーバーやってますで名前がね超猫県民って言って、まあ、ガジェット好きのね、えー、集まってる、えー、サーバーになるんですけども今一応900人ぐらいね集まっててその中のガジェット好きのメンバーさんに、えー、部屋紹介ですね部屋の画像を募集したんですね今回そちらを一部紹介していこうかなと思います え、で、早速見ていきたいんですけど、今回実はですね、僕はあの、メガネ外して、ランダムに選んで紹介してます。だから、え、まだ僕ちゃんと見てないです。<laughs> で、みんなと一緒に見ていく感じになりますんで、一緒に楽しんでいきましょう。それではまずはこちらから。エクサのお部屋。コンセプトはとりあえず、光らせとけばどうにかなるです。こだわりポイントは人工芝を、え、床一面に敷き詰めました。マジか。目に優しく開放的な感じを目指したのですが、光のせいで目が悪くなりそうです。<laughs> そのことです。それがこちら。 え <laughs> ちょっと待って <laughs>。やばくないこれちょっと待って。え、モデルルームかなんかすかこれ。すげえな。色がすごいな。ていうか、センスめちゃくちゃいいっすね。僕、こんなにたくさんの色をうまく使いこなせる。あの、隆起がないし、センスもないですね。これすごいね。ダサいところが一部分もねえじゃん。いや、なんか、いろいろとピックアップしたいんだけど、もうすごすぎて、キーボードは真っ二つに割れとるし、これはチャッキーっすか <laughs>。 ベイヤーのヘッドホンかなで、ZG01 ね。んー、までなんか <laughs>、すげえわ、この部屋。なんか、すべてをちょっと舐め回したいですね。舐め回すように見たいですね <laughs>。舐め回したいって言ったらおかしいぞ。このアームレスト俺も持ってるわ。これすごいね、あの、肩こりに効いたりするんだよね。キーボード結構こだわってる感あるね。視界に入ってるだけでも4つあるしね。で、これ MSI のモニターか。これウルトラワイドですかね。次。おー、すげえなやばくないこれ、ちょっと。 ちょっと待って、これ、ハイパー X のクワッドキャストかと思ってたけど、違うわ。なんか棒ですか <laughs> もうなんかインパクトすげえな、この部屋。でちゃんとあのー、あれだね、吸音材も敷いてあるね。で、PC38X もちゃんとここにあります。あ、俺が紹介したコントローラーやないかい。<laughs> 配信の時とかここに何か映すんだろうな。あー、明るい、あ、<laughs> やばいわ。ちょうど行くへんロゴ映ってる。めっちゃ嬉しい。 あ、ギターも弾かれる方なんですかねすごいっすね、このスピーカー。PC2 台あるし、これ PC もう1台あるやん。これは、オーテクの開放型のヘッドセットですかね新しいやつかなベイヤーのヘッドセットっすかねこれは。スターウォーズのなんか、おもちゃも貼ってある。本当に人工芝を引いてあるわ。いや、すごいこだわりですね。やっぱり超猫県民やべえわ。X さんありがとうございました。それでは次。 はい、次は M さんですね。M さん。趣味をギュギュッと詰め込んだ秘密基地というイメージで好きな絵をライティングして、のんびり眺めながらお酒を楽しめる部屋になりました。いいですね。FF14 をしたいという理由のみで再構築したと。一応スペックもここに書いてますね。えー、参考にしたい方は見てみてください。それでは見ていこう。1枚目。はい。おおまた違う感じのなんか、すごいアーティスティックですね。今回。フレキシスポットの、これ引き出しついてる昇降デスクかな。 これなんだ ?FF14 のマウスパッドか。Wave3 かなで、Amazon の Eco Show5 かなちゃんと L 型のね、ロープロファイルアームもちゃんと設置されてますね。うわー、すごいわー、これ。芸術作品を集めてるのかな、これは。結構アートに興味を持ってそうな方ですね。これは2段ベッドですかロフトですかねすごいね。デブチョコボいるわ。<laughs> で、えー、チェアはすごいシンプルにしてますね。まあ、ゲーミングチェアって意外とさ、こう、<laughs> デスク隠れちゃうから、これだとなんかデスク環境が見やすいね。映えるね、こういう風に。品がある感じがする。次。あー、これはさっきの下にあった PC になるのかなそうだね、オーメンだもんね。ネックスピーカーですかね。多分だけど、オーテクの G1 かなあたりだね。ここの、ヒンジでわかるわ。次。え <laughs> ちょっと待って。白菜かなんか、 入ってんのかと思った、これ。よーく見たら、ワインすかねワインセーラーえ、ちょっと待って。やっぱりほら、育ちの良さが出ている。<laughs> だ上品って言ってたじゃん。ワインセーラー来ましたよ。言ってたよねさ。お酒を飲めるって、そ、そっちのお酒が、ビールとか。<laughs> ビールかと思ってたら違ったわ。好きな絵をライティングして,てそういうことか。好きな絵って、あの、ごめん エシさんのの絵じゃなくてこっちの絵か,そうか好きな絵をライティングして、これ眺めながらワインを飲む部屋ですね。はい、申し訳ございません。あのー、好きな絵師さんの絵を見てビールを飲んでるのこと勘違いしました。はい、<laughs> グラフィックデザイナー感があるな、なんか。美大生みたいな、うん。勝手に、勝手に思い込んでる。いや、本当に癖があっていいわ。ありがとうございました。次、L さん。ホワイトベースのシンプルなデスコメ出してます。お、白ですね。ストリームデックの白が欲しいと。 で、スペックはこんな感じです。よかったら参考にしてください。それでは見ていきましょう。あら、まあ、え、やばくないアストロの C40 激レアやん。C40 ですね。いや、今でも愛用してるんですね。で、クワッドキャストかな。これを見たことない。なんだこれは。アンカーのスピーカーこんなのあったんだ。白。えー。やっぱ白こだわってるなー白への執念感じるわ。 で、あ、ベビーオーダーですね。かわいいね、これね。キャプテンアメリカの盾と、俺なんだスパイダーマンかなあー、植物もいい感じにね。いや、センスいいなスターウォーズ好きだなそして。はい。次。あー、雰囲気変わるね。なんか神秘的な感じしますね。あ、これデススターっすか俺。スターウォーズ大好きか。グリーンがいい味出してるね。白と、青と、グリーンで。おー、写真うまいな。 韓国のメーカーのマウスですよね、確か。てかめちゃくちゃ上手いっすね、写真撮るの。なんかモデルルームみたいな感じがするね。次。フォーカスは多分ここら辺に当たってんだろうけど、すごいね。ぼやけてるね。これ、スマホじゃないですよね、多分。一眼レフで撮ってない。めちゃくちゃいい写真だわ、これ。おしゃれだなーなんか、この写真見て、植物買いに行く人出そう。<laughs> ガジェット好きで。俺もやろうってなりそう、これ。なんかさー普通ね、こういう壁って、 映えさせるの難しいけど、映えてるね。わかるこういう壁って <laughs>、賃貸にある壁じゃん。ガジェットと合わなかったりするんだけど、すごいね。なんか光の当て,て方とかで、なんかすごいいい感じにしてる。で、ここにストリームデックの白が入るんでしょ白いミックスアンプとかで言ったらすぐに改装。はい、ありがとうございます。素晴らしい部屋です。次。吉原さん。<laughs> 名前言っちゃってるだろ。Y さん。えー、コンセプトはゲームと音楽の両立。おおコンセプトが変わってきましたね。いいですね。 えー、左のサブモニターで OBS 配信、ギターや音楽作成をして楽しんで、おー、音楽やってる人か。見ていきましょう。吉原さん。<laughs> 吉原さんですごめん。あの、名前言っちゃうわ。はい、Y さん、Y さん、Y さん。はい、Y さんですおちょっと待って。いや、でもセンスもいいなここまた。これあれじゃん。さっきも出てきた、あの、肩こり防止、アームレスト。いやー、吉原さんって言っちゃうな。 <laughs> でもいいやもん、吉原さんも吉原さんでいいやもん。吉原さんすげえ音楽やってる感出てるわ。グリーン入れてれるんですよね。いいっすね。俺もグリーン入れようかな。なんか土こぼれてね、ブワーってなりそうなんだよ、俺。<laughs> PC38X。いいですね。ソロキャストですね。すごいっすね、これ。なんだそういうなんか音楽作成とかよくわかんないけど、かっこいいね。並べてるだけで。 あー、こういうところ超猫県民ですね。PC のステータス常にモニターしてます。はい。これ出すだけでかっこいいからね。これもある意味インテリアなんですよね。俺たちガジェット好きからしたら。おーい、ウェイゼンハイザー大好き来たーこれがエフェクターか。で、ギターが高そう。実は僕もちょっと持てようとしてやってたことがありまして、こういうギターかっこいいよね。 いやー、ギブソンとかね。憧れてた頃ありましたけどね。これ、後ろのこの LED ライトをテープかなんか貼ってんすかね。なんか綺麗だね。はい、次。おー、自作かなやっぱこれは。MSI のマザーボードに、シュプリーム。あ、仲間じゃないですか。吉原さん。あー、書いてたわ。3080Ti。全く同じじゃねえか。このグラボ俺全く同じやつ持ってます。はい、次。おー、明るくするとなんか、すごい雰囲気変わるなー、でも。 やっぱりさ、ガジェットの写真って、暗くしたら映えるな <laughs>。別にこっちが良くないっていう意味じゃないんだけど、生活感が出るよね、明るいと。でも、こうすると、めちゃくちゃエロいやん。ていうか、このモニターのこ、このモニターこだわりすぎやろ。カーボン貼ってるよ。カーボン。すごい。凝ってんなはい、ありがとうございました。はい、それでは次、J さん。 PC はなるべく好きなコルセアのパーツでまとめています。えー、中でもエクストリファイかなのキーボードとロードのヘッドホンがお気に入りです。ということです。で、コースターも可愛く気に入っていると。はい、見ていきましょう。はい。おー、エ p ペックスレジェンド。こうやってね、うちのサーバー見てるんですね。あんまズームしちゃダメなんですよ。名前とか見えちゃう。<laughs> アストロキャストですね。で、A50。これは、レーザーのあれだね、ドック付きのマウスですね。やっぱりエコーショー、すごい人気だね。 やっぱ時計としておしゃれなんだよね。コルセアのこれ PC ケースかな椅子は伊藤木のあのー、ゲーミングチェアですね。最近の流行りのギターがここにあります。フェンダーかなはい、次。PC。えー、どこにあった PC だこっちか。この PC かなこうズームしてる感じですかね。これ自作ですね。コルセアのケース使ってますね。これ俺がフレンドの PC 組んだ時使ったやつだな、これ。見覚えあるわ。 エアフローが結構いいやつだよね、確か。で、えー、ノークチュアの CPU クーラー使ってるね。いいですね。静音性にも気を使ってるのかな。そしてこのコルセアのパネルね、これ。そのレッド東京。東京タワーの下にあるあの施設で初めて見たんだけど、めちゃくちゃ高かったねこれ。コルセア愛してますね。はい、次。このエクストリファイのキーボードと、このロードのヘッドホンですね。これがお気に入りらしいですね。可愛くて気に入っているコースターですね。 これなんか面白いのが、これキーボードですね。日本語の配列になってます、ね、エンターキー。面白いね。これどこで買ったんですかねなんか小物おしゃれだな。まあ、なんかでもここら辺のなんか、これなんかオレンジとちょっと似てるな。<laughs> ちょっとオレンジとちょっと似てる感じがする。ご近所さんでしょうか。次。はい。R さんの投稿。テレワークも兼用しているので、えー、なるべく綺麗に整頓をしてますと。有効ボードには使用の頻度の高いアイテムをマウンド、特にケーブルに並べてるのは便利。見ていきましょう。はい。 あー、これすごいね。これ、イケアコラボのやつだっけエース s と、有効ボードね。これ4つ揃えると結構迫力ありますね。なんかもう部屋の雰囲気ガラッと変わる面積って感じですね。いやー、いいね。あ、てか、さらっとなんかすげー高いヘッドホンかかってると。<laughs> ここら辺超猫県民ね。ほんと。<laughs> これ15万とかするよ、ね、確か。おかしなプロポーションのサスケがおるけど。ま、あいいや。ちょっとちょっとちょっと、ハーマンミラーの証拠ですけ、キやん <laughs> さらっと高級品やん、これ。めちゃくちゃいい。あ、よく見たらエンボディやん。ハーマンミラーで揃えとる、これ。やば。で、エイリアンウェア。意外といいものめちゃくちゃ使ってるじゃん。びっくりした。意外とっていう失礼か。この画面の中でももうすでに金額すごいです。ストリームデックも XL のやつを使っててね。これ使いやすいっすよね。あ定番ですね。これ名前ちょっと忘れたけど、ね。あのー、オーディオ好き定番のやつ。そして、 おー新型の HD60X キャプチャーカードいや、すごいね。結構新ガジェット取り入れてるね。僕は保証します。リモートワークにエンボディは神です。証拠デスクも神です。これはすごく快適な環境だと思います。で、ウルトラワイドだから仕事もしやすそうだね。いやー、いいね。で、縦画面でメールとか見るんですかね。いいっすね。で、ヘッドホンも集めてますね。あこれ ZG01 のセット買ったんだね。で、PC38X ですかね、これ。押さえてるね。いいとこ。 なんか、工具がありますね。僕が大好きな六角レンチですね。はい。どうでもいいか、そこ。ケーブル全部まとまってるわ。で、ダンちゃんまでね。ダンちゃん俺こんなに整列させたことねえぞ。ダンだいた大体んかゴミのように俺ぽいって。ダンちゃんへの愛がすごい。ダンちゃんへのリスペクトが半端ない。ダンちゃんこんなかけるか。すげえな何この、プラスドライバーへの愛情すげえなー <laughs> <laughs> ごめんけど、俺のプラスドライバーへの愛情、多分、の、この R3 のね、あの、100分の1ぐらいですね。これ磁石かなすごいな。使いやすそうだね、有効ボードね。もう一枚あります。はい。全体図がわかるね。っていうか、これ、証拠デスク上げてんな。これができるからいいんだよね、証拠デスクってね。みんなに伝えたいんだけど、証拠デスクまず仕事はかどりますよ。座ってて疲れて、眠くなった時、立って仕事できるんで、結構もいいし、あの、最近海外で流行ってますね。 いやめちゃくちゃいいわ、この環境。はい、次。次は G さんですね。えー、レムとデバイスとかが好きで、最近ヘッドホン沼にはまりかけて、こんな感じになりましたと。 こだわりはキーキャップやマウスパッドも、なるべくレム、ラムに合うようにしているところです。はい。来 <laughs> ましたね。まあ、レムとラムっていうのは、あのー、ゼロから始める異世界生活っていう、えー、まあ、超有名なアニメのね、キャラですね。見ていきましょう。なんか説明すると反対に恥ずかしいな。<laughs> なんか恥ずかしかったなんか知らないけど。別に、リゼロは全然俺も見てるけど。はい。え多、ー、すぎえな。<laughs> いや、愛がすごいな 好きすぎやろ <laughs> え、な、何体いるのこれ。クローンじゃんこれじゃん。<laughs> ちょっと多すぎだろこれ。ええー。やっぱラムよりレムの方が好きなのかなちょっと青が多いですね。レムとラムが平等っていうわけではないですね。レムの方が多分好きっすね。これは。うん。 何を分析しとんのじゃっていうね。地震来たらもうレムとラムがすげえことになりそうだけどな。<laughs> うわーってここら辺すごいことになりそういや。すいません、ちょっとふざけてね。はい、真面目にやっていきます。あ、これあれじゃん。エクストリファイのね、マウスパッド有名だね。うわ、すごいな。もうレムとラムにしかね、目がいかないね。どこを切り取ってもいる。 それがこの部屋のコンセプトですかね。で、えー、あ、やっぱモニターはやっぱり縦と横で並べると使いやすいよね。ディスコード見るときとかね。これなんか定番になりつつあるよね。ガジェット好きの。ま、コンセプト通りの部屋になってます。次。いや、なんか同じ。<laughs> 同じ毎 <laughs> 回。 <laughs> ごめんね <laughs>。コンセプトが強烈すぎて、角度変えても同じに見える <laughs>。ほんとごめんなさい <laughs>。レムとラムしかいねえよ、マジ <laughs>。いやー、あ、ちょっと待って、イヤホンが、イヤホンが見える、これ。ファイナルのやつだね。ファイナルをミックスアンプにつないでるね。おー、いい。いい、この写真。こういうのが見たい。ていうか、ここで何かをやっている <laughs>。これは、塗装ブースだ。すげえ。ダクトちゃんと作ってるね。 要はこの塗装ブースで多分ここで塗装のね、えー、体に良くないやつを、匂いとかを吸い出して、外にちゃんと排気してですね。こういうの大好きだから。これ自作してますね。素晴らしい。男心くすぐられるわ、これは。この棚のところズームしていこう。なんだろ、うこれ。なんか猫を食べてる豚に見えるんだけど。な <laughs> んだろ、これ。<laughs> はい。そして、おっととっととっととっと。夜の、夜の部ですね。はい。ということで、これで終わりかな。 あ、もう一枚あります、もう一枚。はい。もう、とことん最後まで、レムとラムですね。はい。っていうか、これ、知ってる。なんか、鉄球ぶん回してるやつだよね。結構レアなんじゃないかな、このフィギュア。ということで、いやー、面白かったわっていうか、キーボードもなんか、すごい、こうやってるな。<laughs> よく集めたね、この,の、よく見つけてきたな感服です、感服。はい。えー、ということで、今回は、 これで終わろうと思うんですけど、実はですね、まだまだたくさんやべえのがいっぱいあって、えー、たくさん紹介しきれてないので、次回もやっていこうと思います。で、よかったらですね、この部屋の、えー、主たちがいるサーバーがあるので <laughs>、 よかったらうちのチャンネルのメンバーになってみてください。えー、まあ本当に投稿してくれた皆さんもすごい頑張ってね、写真も撮ってくれたと思うので、えー、よかったら皆さんね、コメントとね、高評価よろしくお願いいたします。で、またね、もっとこういうの見たいよっていう人も高評価お願いします。えー、それではご視聴ありがとうございました。そしてたくさんの投稿ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね